まあ、吉田さん、安いに関連してたまには関連したキーワードでいきましょうか。今回高いという形にします。4月からいろんなものが値上がりしてますよね。で、3月も2月も値上がりはしてますし、まあ私がね、生まれてからこの方どちらかというと値上がりしたものばかりで、値下がることは基本的にないのかなと思います。でもデフレって呼ばれてますよね。デフレがなんで起きるのかっていろんな見方はあると思いますけども、私は事業者がね、安く売るからだと思うんですよ。そしたらデフレになるじゃないですか。いや、逆に値段を高くしていったら、これデフレになりますかね、インフレになるんじゃないかなと思うんですよ。で、そこにはいろんな要素がありますけども、ある人の話を、愚痴をちょっと聞いたんですよ。というのが、4月からうちの会社の商品を値上げしないといけないので、取引先にね、その値上げの交渉に行くんだと。で、この値上げを受け入れられないんだったら、もう取引を終わるしかないというふうにその方言っていて、やっぱりね、その取引先も結構抵抗してくるそうなんですよ。なんとか値上げを抑えてくれと。で、いい感じの、落としどころを作っていかないといけないよねっていう話をしていて、なかなかね、難しいんですよ。なんかこう喧嘩みたいなもんですよ。こっちは値上げを受け入れてもらわないといけない。で、向こうの取引先は仕入れ原価を抑えたいから値上げ余ってくれって言うし、でもこっちがね、便乗値上げをしてるわけでもなんでもなくって、こっちはこっちで仕入れ値段が上がってるからしょうがないんだよねみたいなこと言うわけなんですよ。そこで私はね、何を言ったかっていうと、共感しないでもないんですけども、ちょっと待てよと。例えばね、その納品金額が300万だったとしてね、それを今度330万にするんだ、350万にするんだっていう話でしょと。多分その取引先の方は300万を支払って300万円の価値しか今まで受け取ってなかったんでしょ。普段から300万円の価格をつけたものが500万円とか600万円の価値提供ができていればね、相対的に300万が安いと感じていれば、それが330万に値上がりしようが350万に値上がりしようが、いや、まだ全然安いよねと、引き続き取引させてもらいますよっていうふうになるんじゃないですか。しかもそれをずっと感じさせるために営業のあなたがいるんじゃないですかってことをお話したら、久保さんにそんなこと言われないと思わなかったよですからね。その時ふてくされてたんですけども、しばらくしてね、いや、あれからね、考えた久保さんの言う通りだと思いましたよって。今まで私は会社に言われた金額と商品とサービスをただ説明に言っていただけで、自分がそこに付加価値を提供するってことをしてなかったと。確かに付加価値の提供をすることによってね、自分の存在意義もあるし、自分が継続して契約を取ってきたっていうふうに会社に持ち帰っても誇れたはずなのに、世の中の情勢が値上がりするのっていうのは取引先のことも分かっていて、値上げしないといけないっていうのも分かっているのに、それでも値下げを要求してくるってことは、会社の商品が300万だとしたら、私はそこにね、人件費をもらっていながら営業して300万に付加価値をつけてることをしなかったんじゃないかなと。あ、だから20年以上も会社に勤めていてまだ平なんだなってことが分かりましたよっていうふうにね、なんか言われてたんですよ。で、大きな気持ちの変化がそこにあったのかなと思ったんですけど、私はね、でも本当にそう思うんですよ。だから、まあ、ドリアカーとか値段ずっと上がってたのを私見てますけども、そうしないとなと思いますよ。だって値段を上げても売れてるってことは、例えば120万のドリアカの付加価値は300万とか500万だと思うんですよ。で、私の最初に購入したヒルズ塾も40数万しましたけども、あれは例えばね、今思えばですよ、今思えば1000万で売ってても私は買った方が良かったと思いますよ。そのぐらい無限の富をもたらしてくれたと思うんですよ。もちろんそのノウハウとか蓄積したものとかコンサルを扱いきれない人が買っちゃうと高いとか詐欺だっていう泣き言になりますけども、待てよと。そもそもあなたはそのコンテンツとかそのサポートコンサルを受け取る、その付加価値を受け取る力量がこっちにあるのかってことなんですよね。ただ商品の価格の比較しかできない。 A という会社、 B という会社、 C という会社で売ってる商品のそれぞれを見栄えと価格でしか評価できずに、サポートをお願いするというね、そういう行動ができない。サポートをお願いするために自分でトライしてちゃんと失敗してみる、ぶつかってみるっていう風な付加価値の掘り起こしをするほどまでに動いてますかってことを考えると、まあ、吉田さんも感じると思いますけども、ある程度質問する方ってやっぱりやってるんですよね。やってるからこそつまずいて、こういう時どうすればいいんでしょうか、こんなトラブルが起きました、どういうふうに解決すればいいんでしょうかっていうような身のある Q&A になるんですよ。でもね、未だに本当に儲かるんですかと、億万長者合宿に参加したら本当に稼げるんですか、稼げるんだったらいくらでも払いますよ
このレベルの質問が来るんですよ。というのは発信者の私たちにも責任があるのかもしれない。そんな陳腐な回答をね要求してくるようなものだって、二足三毛のものだっていうふうに評価されたのかもしれませんね。それはね、それはある意味反省しなくてはならないんですが、ただ片っぽではね、あ、こういう人も私たちの周りにはいるんだなってことを、まあ半分ね呆れていかないといけないし、半分まだまだ情報発信が足りないなと思わないといけない、だからそういう意味では私たちはあれから3年ぐらい経ちましたっけね、あの例の質問が来て、この3年の間にあの Q&A を考えない時がないぐらい、この動画のやり取りを通じながらよく思い出してこういった話をしますよね。千話の話千話目の話ということは、あの妙なクレームみたいなものからも無限に私たちはいろんなものをねこう展開してるんだと思うんですよ。結局あの質問が来たがゆえに私たちは進化してしまったと、なんか自分をね、ですからこう自己正当化するわけではないんですけども、美化するわけではないんですけども、でもまさに公平に考えて、あの質問した人はその質問止まりなんだろうなと、分かんないですけども思いますね。ただあの質問をぶつけられた私たちとしては、あの質問に対しても明確な答えを幾通りも持ち始めたなっていうのはあると思うんですよ、そういう意味で言うとね、まさに値上げをして当然だと思いますし、私の速稼塾もね、結局は3万円の入り口はあるんですよ。3万円の入り口は、でも残金を払いたいっていう気持ちにさせる意味では、最初に3万円の価値しか感じれなかった人も結局は30万以上の価値を感じて、だからこそ残金を払ってくださってると思うんですよね。その一つがこうやって誰にもできないような継続をしてるってことですよね。しかも塾生だけに対してだけじゃなくて、その吉谷さんとのこのやり取りっていうのは完全にお互いの塾運営としてはオプションですからね。しかも無料公開しているというね。でここまでやる人間があなたの塾のオーナーですよと、リーダーですよってことを考えた時に、じゃあ他に行きますかねってことですよね。3年なら3年、5年なら5年、10年なら10年、みんな同じ時間流れていく中で10年前からやってますみたいなね、そんな YouTuber どんだけいるかってことですよだからそこはね、一つのね大きな参入障壁ですよね。再生数とかチャンネル登録とかはまあ一つの参入障壁になるじゃないですか。一発動画をバーンと出したら再生数が5万回10万回もあるのも一つの参入障壁ですよ。そんな人はなかなかいないですから。でチャンネル登録が5万人いる10万人いるっていうのも一つの参入障壁です。そういう人はなかなかいないですから。でも3つ目の参入障壁として、10年やってますっていう人はさすがにいますかねってことですよね。10年 YouTube やってる人って思いつきますかってことですよね。はじめ社長、それからヒカキンさん10年ぐらいやってるでしょうね。でもどのぐらいやってるかってことを比べると、そこと肩を並べてるから、それなりの付加価値を私たちは高めたってことなんじゃないかなと思います。参入障壁も高くなったんじゃないかなってことですね。いってらっしゃい。